はい、皆さんこんにちは、まなみです。かつて地球上に存在し、瞬く間に海底に沈んだという伝説を持つ陸地といえば、アトランティスやムーが有名ですね。アトランティスやムーは未だに伝説の域を出ていませんが、実際に過去に地球上に存在し、現在は水中に沈んでいる陸地や都市は世界各地に存在します。それらの地にはどんな人々が暮らし、どんな集落を築いていたのでしょう。ドッガーランド。ドッガーランドはかつてグレートブリテン島が大陸と陸続きだった1万年から8000年前の最終氷期頃まで存在していたとされる陸地です。現在のグレートブリテン島の東方沖にあり、日本列島とほぼ同じ面積だったと言われています。現在北海やバルト海の海底からは人間の骨、マンモスの牙、太古の昔に絶滅した動物の骨、矢尻、模様が施された斧、海での漁に使われた仕掛けなどが引き上げられています。2016年ドッガーランドで見つかった50個以上の人骨の放射性炭素年代測定を行った結果、1万1000年以上も昔のものであることが判明しました。また人骨の鑑定によって、ドッガーランドの住民たちはもともとは陸上や淡水の食べ物を主に食べていて、海のものはあまり食べていなかったことが明らかになりました。海水面が上昇する前のドッガーランドは、白樺、松、オーク、ハシバミなどの植物が生い茂る森林が広がるとても自然豊かな土地で、多くの動物たちが生息し、自然の恩恵を受けたかなりの数の狩猟採集民が暮らしていました。しかし約8200年前頃から氷河期が終わりに近づき、温暖化が始まったことで海水面が上昇し、気候が変動すると徐々に陸で取れる食べ物は少なくなっていきました。食料を得るためにドッガーランドの人々は次第に海で漁を行うようになっていったのです。つまり住民たちは他の場所に移住することはなく、周辺環境に順応しようとしたのです。温暖化は北アメリカの氷河湖から大量の雪解け水が流出させ、それによって海面が一気に60センチ以上も上昇しました。さらには地震によるノルウェー沖の海底の地滑りと、それに伴う津波がドッガーランドを襲いました。これはすでに海面上昇で陸地が小さくなっていたドッガーランドにとって壊滅的な出来事でした。このようにいくつかの地球規模の変動や天災の末、ドッガーランドは北海の海底に沈んでいったと言われています。人々が豊かな暮らしを営んでいた陸地があっという間に海の底に飲み込まれて消えるという結末から、ドッガーランドがアトランティス伝説のネタ元ではないかという説もあるようです。その真偽は現在はまだ分かっていませんが、かつてヨーロッパと地続きの位置にありながら海底に沈んだ大きな陸地のことは、やがて伝説になったとしても不思議ではないのかもしれません。アトリットヤム。アトリットヤムはイスラエルのアトリット沖 1km ほどの地中海の底にある都市の遺跡です。放射性炭素年代測定の結果、今から約9000年も前の紀元前6900年から6300年頃に栄えていたことが分かり、水没した遺跡では最古のものと言われています。海底にあるアトリットヤムの遺跡には、現在でも石の床や暖炉、壁が残っている大きな家々が立ち並び、600キロ以上の巨石を使用したサークルも発見されています。また墓地からは完璧な状態で保存された人骨が多数見つかっています。2008年アトリットヤムで発見された女性の人骨を鑑定したところ、結核を患っていた証拠が見つかったことから、この女性は世界で最古の結核の患者とされています。また魚を捕るために深くまで潜りすぎたせいで、水圧で耳の奥の骨が骨折している頭蓋骨も複数見つかっています。とはいえ、このような病気や怪我を負った人の骨ばかりではありません。アトリットヤムでの暮らしは豊かで幸せなものだったことを伺わせる痕跡も見つかっています。食べ物や保管された魚なども発見されており、
これを分析した結果、この年は作られてから間もないうちに突然水没した可能性が高いことが判明しました。イタリア国立地球物理学火山学研究所の調査と分析の結果、アトリットヤムが海中に沈んだ原因として8500年前に起こったエトナ山東側の壊滅的な崩壊により大規模な地滑りが引き起こされ、これによって約40メートルもの超巨大津波が発生した可能性が指摘されています。津波は数時間のうちにアトリットヤムを飲み込み、町のほとんどが海中に沈んだと考えられています。アトリットヤムでは1960年の発見以来継続した調査が続けられており、今後も新たな事実の判明が期待できそうです。これから繁栄を迎えようとしながら、突然の津波で海の中に引きずり込まれたアトリットヤムの町は、現在は水深8メートルから10メートルの海底で静かに眠っています。ユカタン半島の水中洞窟。約6500万年前、メキシコのユカタン半島北部に巨大な隕石が衝突しました。衝突地点付近で発生した地震の規模はマグニチュード11以上、生じた津波は高さ約300メートルと推定され、恐竜をはじめとする地球上の 75% の生物を絶滅させる原因となった地球規模の大災害でした。しかしその一方で、この衝突はセノーテと呼ばれる地下水脈の泉をユカタン半島の地にもたらしました。セノーテは河川や湖などがないこの地にとって主要な水源となり、後のマヤ文明の人々にとっても生活用水として、また巡礼や崇拝の対象として欠かすことのできないものでした。約7000存在するとされるセノーテの中で最大のものがサックワクトゥンと呼ばれる全長347キロメートルにも及ぶ水中洞窟です。2018年1月に発表された大マヤ帯水槽プロジェクトの調査チームの調査報告によると、サックワクトゥンからは1万5000年前の大型のナマケモノの骨、ゴンフォテリウムと呼ばれる古代像などの骨、マヤの戦争と商業の神を祀った精巧な神殿、焼かれた人骨や陶器、彫刻によって描かれた壁画などが120点以上も見つかったとのことです。その中にはなんと1万2000年以上も前のものがあり、石灰石の堆積層から見つかった人間の頭蓋骨は約9000年前のものだったことが判明しました。現在世界最古の遺跡とされているトルコのギョベクリテペが約1万2000年前に築かれたとされていますから、それに匹敵する古さです。また9000年前といえば、エジプトやメソポタミアなどの古代文明もまだ誕生していない頃です。それほど古い時代に生きていたこの頭蓋骨の主はアメリカ大陸初の入植者と考えられています。サックワクトゥンでの数々の発見について、メキシコ国立人類学歴史研究所のギジェルモ・デ・アンダ博士は、世界で最も重要な水中遺跡になるだろうと話しています。この時の調査でサックワクトゥンはそれまで別の洞窟だと考えられていたドスオホス洞窟とつながっていることが判明しました。また他にも3つの洞窟とつながっている可能性もあると言われています。サックワクトゥンの調査はまだ始まったばかりです。それにもかかわらず、これだけの遺物が発見されているのですから、今後どんな新たな発見があるのか、とても期待が持てますね。調査チームからのニュースを楽しみに待ちたいと思います。ミシガン湖のストーンヘンジ。2007年、世界で5番目に広い湖であるアメリカのミシガン湖で難破船の調査をするためにソナーを使用していたノースウェスタンミシガン大学の考古学チームが、水深12メートルの湖底で円形に配置された石を発見しました。石は全てがほぼ同じ大きさで、ほぼ等間隔に完全な円形に立てて並べられ、その円周は 1.6 キロメートルほど。これらの特徴から自然に作られたものとは考えられないとのことです。とはいえ、イギリスのストーンヘンジのように石を積み重ねたりつなげたりはしているわけではないので、どちらかというとストーンサークルに近い形状です。また一部の石には
マストドンと思われる動物が彫刻されています。マストドンは約4000万年前から1万1000年前頃まで生息していた原始的な象で、古代の北アメリカで最大級の陸上生物でした。マンモスや現在の象の祖先でもあり、人類と共存していた可能性もあると言われています。ミシガン湖はおよそ1万500年前に水位が低下し、それから約3500年間は水量が少なかったとされています。また約9000年から7000年前の後氷河期時代の頃には一部が水面上に出ていたとも言われていて、ストーンヘンジはこの頃に作られたのではないかと考えられています。ミシガン大学人類学考古学博物館のジョン・オシェア博士によると、この石の並びは狩りの時に獲物の群れを決められた道に沿って追い込み、待ち受けているハンターが仕留めるために使われたドライブレーンと呼ばれる古代の狩猟に使うための構造物だったとのことです。またオカルト的な視点では、ミシガン湖にはミシガントライアングルと呼ばれる魔の三角地帯が存在すると言われています。ミシガントライアングルはミシガン州ラジントン、ミシガン州ベントンハーバー、ウィスコンシン州マニトボクを結ぶ三角地帯で、魔の海域として有名なバミューダトライアングルと同様に、その三角地帯を通った船や飛行機が行方知れずになってしまうという現象がたびたび起きている場所です。ミシガントライアングルで起きた主な事件としては、1679年8月フランスの母船ル・グリフォン号が消息を絶つ、1891年木材運搬船トーマス・ヒューム号が消息を絶つ、1912年ルース・シモン号が消息を絶つ、1921年ローザベル号が消息を絶つ、1938年4月28日貨物船マクファーランド号の船長ジョージ・アール・ドナーが鍵のかかった船長室から姿を消す、1950年6月23日ノースウェスト航空2501便が乗員3人と乗客55人を乗せたまま消息を絶つなどなど、いずれの行方不明事件でも大規模な捜索が行われましたが、残骸や手がかりは見つからなかったそうです。また幾度にもわたる捜索によって、ミシガン湖の湖底にはこれら以外にもたくさんの船が沈んでいることが確認されたのだとか、また飛行機や船の搭乗員たちの多くがミシガントライアングルを通るときには居心地の悪さを訴えるそうです。またミシガントライアングルは UFO がよく目撃される地帯とも言われています。失踪事件の真相もミシガントライアングルの謎も未だに解明はされていませんが、湖底に作られた石のサークルが何らかの影響を及ぼしていると考えている人もいます。他の水中遺跡と同様に、ミシガン湖のストーンヘンジも未だに多くの謎に包まれたままです。先ほどお話しした狩猟のための構造物という説や、宗教的な目的で作られたとする説、そしてミシガントライアングルに関わるオカルト的な説まで、いろいろな説が唱えられています。果たしてミシガントライアングルの魔力に打ち勝って、謎が解明される日は来るのでしょうか。世界各地に存在する水中遺跡の数々、かつて地上に存在し繁栄していたにもかかわらず水中に沈んだという悲劇的でミステリアスなストーリーは、時代が経つほどに人の心を引きつける力が増すように思います。水中という環境ゆえに調査が難しいところもまた魅力なのかもしれません。謎が解明されることを期待しつつも、ずっと神秘的なままでいてほしい、そんな思いを抱かずにはいられません。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。